シンクパッド535シンクパッド535は IBM のノートパソコン。シンクパッドブランドのシリーズの中の一つ。シンクパッド530の後継機種として1996年5月に発売。開発当時、薄くて丈夫に作り上げることを目標に、シンクパッド560、530より、 さらにコンパクトで丈夫、キーボードの操作性を落とさないことを目標として、開発された、B5 サイズノートパソコンである。CPU は Pentium を採用し、535E より MMXPentium を搭載している。クロック周波数は120、120MHz200MHz であった。キーピッチを 17mm としたため、A4 サイズノートのキーボード操作と同様に、 こなせることができる。画面は10.4インチ SVGA 液晶を採用し、コンパクトにもかかわらず見やすいのが特徴。重量は 1.7kg と、当時としては軽量であった。また、丈夫であるため、他のシリーズに比べて故障も少なく、自己責任であるが改造によるメモリー増設や CPU 換装等を行っているユーザーや業者が存在した。 HDD は BIOS の使用上 6.4GB 以上の HDD を接続すると BIOS で停止してしまう。多少改造しても壊れないノートパソコンのため一時期希少性から中古市場では高値で取引されていた。しかしスペック上新しい OS やソフトウェアをインストールすることが困難でありテキストエディタなど 特定の動作の軽いソフトしか使えない状態となったこともあり人気は収束した。モデル共通データありがとうございます。